はい、それではですね、今回ですね、前回の続きでございます。トラップタワー、何トラップ経験値とトラップのね、作り方ということで続きをやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、と前回ね、看板貼って上に水まで流してということが終わっておりますので、今回その続きから、いきたいと思います。あとは、まあ内装をちょっとね、まあ綺麗にしたりとか、ね、まああと、まあ見栄えのところですね、のちょっとまあ綺麗にして、今回ね。で、その後に、まあ行ければなと。で、完成かなという感じですね。一応機能するところまでは。さあ、あとはね、まあ、畑を移動したりとかあるんですが、まあそれはね、また、時間のあるときにちょっとやっておこうかなと思います。さあ、ということで、ここもね、全部ちょっとですね、まあ、統一感をやっぱ出したいと。いうことで、こう砂利がね、降ってくるんですけども。石レンガじゃない、石の、何なんかレンガブロックみたいな感じだな。あれにしようかなと思ってるんですけど、ちょっとあれだな。上に行き過ぎちゃったんで。こんな感じ敷いとけばいける？こっちか。時々こう砂利が降ってくるのは、まあ困ったもんですけど。次こっちの方。おお、石が。オッケー、とりあえず行きまして、で石がまだ、そしたらこれだと足らないので、石も入れちゃおうか。じゃダブルで行きます。でもういらんものはしまっとく。これで石のレンガ、だって綺麗なのなかったもんと。ハーフ石レンガじゃないんだよね。ハーフか、ハーフでいいの？もうちょっとなんかなかったっけ？ なんか、あ、これ綺麗だなって思ったやつあった気すんだけどな。なかったか。レンガしかない。レンガか。まあ、数的にはね、変わんないんで。じゃあ、レンガにしますか、今回。それじゃあレンガにして、で、こう上ですね。上どうやっておくか、これ。よしょ、上。せーの。ほい。OK だ、OK、OK だ、OK、OK。これであと置けなくなっちゃうのか。あ、でも置くだけだったらジャンプで置ける？下もね、レンガに変えます。この後。これだ、大変だな。一番上。あ、
まあ、これね、ガラスみたいに、前回のガラスみたいに壊れるもんじゃないので。ここ下3マスではなくていいみたいですね。2マスでいいみたいなんで、2マスでよかったみたいなんですね。なので、ここじゃなくて、クイーンかここにじゃあ全部一回貼っちゃって、というか、敷き詰めちゃってですね。で、この上に乗れば多分上届くでしょありますか？すごい少量ずつですけども。これで課題の数が作れると思います。ということは、1段、はい、ここは別に何段低くても別に構わないとこなんで。別にここは何段低くてもいいんですよ。で、こうか。この壁もね、できれば変えたいので、壁も変えるのか 今自分でさらって言ったけど、壁も変えるのか今。すごいエグいこと言ったな、自分で言うのもなんだけど、計算が追いつかないですね。ここね、無駄がないようにこうね。ふいふいふい。上にいてもさ、これ湧くんだよな、どうせな。で、僕下にこういなくても多分湧くと思うんで、じゃあこの分ちょっと削っていきます。つる足がない。こっちはないか。まあ石ならね、こういっぱいありますんで、まあ、こんな感じでね、道具は石のものを作って今回は対処していきましょう。
ね、まあ、ありますけど、ちょっと今回時間の関係上まあ無視して行こうと思います。ここは女っていうのか、ここか。ギャーギャーギャー無限水源、ここで崩壊。一旦壊します。これ結構多分できてると思うんで。で、また一試練が起こったんですね。お、いっぱい出ていっぱい来た。あとはこれを壁に、敷き詰めていきます。まあ、ただ単のね、まあ、見栄えっていうことですね。特に、まあ、これは変えなくてもいいというものなんで、こだわりです。ここは閉じなきゃいけないのか。こう。いい感じに、ああいいねいいねいいね、いい感じになってきた。
まだここは開けとこうか。ちょっと難しいな。こっち渡った方がいいか。計算がギリギリ追いついていない感じですね。こんな感じですか。ね、いい感じいい感じ。あ、いいねいいねいいね。さ、これでここはだいたい入れ替え終わったんで、壁部分と天井、うわーいいね。あとこれ、ここか、ここもやるのか。やりたいよな、一応な。鉄、ここで鉄。はいただきたい。乗った、よし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 。いやー、石炭が足りません。こんち生かして、よいしょ。はいはい。こっちがあんのか。これここまででいい。ここまでか。あ、ここまでですよね。普通は。ここまでですよね。だってここまで壁なんだからね。
ちゃいけませんね。こっちが担ぎ。よし、切れるなった。で、この辺もちょっと綺麗にして置きたいところ。よいしょ。オッケー。ここ明るいな。しょうがない。で、一箇所だけあれだ、チビゾンビをやっつけるためのマグマが必要なんですよね。それを作らないといけないんですけども、水バーッとこう入ってきて、でここなんか、ここに落ちるようにするっていうことですか。結構ほっときゃいいのかな。よし、じゃちょっとマグマを取っていきますか。前回多分マグマの場所見つけたもんね。一箇所ね、1箇所というか、まあ2箇所ぐらいなんで、その辺からちょっと取っていきましょうか。お、結構増えたな、ぐらいともな。あ、まだハート出てるんだ。いいね、いいね。ちょっとじゃあ行ってきましょうか。さあ、マグマ採取へ。結構こっちの方だったんだよね、確かね。あったあったあった。意外と近かったじゃん。ちょっとね、この水を一回ちょっと川に捨てて、でマグマを一すくいと。あて危ないんで慎重にね。でマグマをこぼさないように持って帰りましょう。おー、いいね、いいね。看板をお一ついただいていきます。で、ここに看板を置く。で、この下にマグマを置くと。 OK。
これで看板多分燃えないと思うんで、ここだと。よーし、よしよし。じゃあ、あとは水を流す作業でいいのかな。取らなきゃか。あ、取ると怖いなこれ。これは多分当たらないんだよね。で、流すのはこっちが流すと。で、ここは流れちゃ本来いけないとこなんで、試練がね、封鎖しなきゃいけない。もう、な、水はいらんか。あ、ここ水ない。試練が1個足らん。試練が1個足りません。試練が、はい。水がおかしかった。前が違ったか。ここかな。ここやると足で、あ、で、ああやって感じ、あんな感じで燃えますね。チビゾンビが。で、俺多分あそこ入んないんだけど、ちょっとすごい怖い。わかんないよね。これで引っかかんで入りません。で、ゾンビもね、ここで引っかかります。普通の大きいゾンビは。あ、湧いてる湧いてる湧いてる。落ちて向こうが行きます。怖い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 。で、ちょっと俺はもう上に一回これ上がりたいです。はあ、危ない。ここから水いらんかな。一歩な。あ、水で、あ、水来ちゃう、水来ちゃう、水来ちゃう。こんにちは。痛いです、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 痛いです。これで、あ、あれ消してねえや。とりあえず、あ、で、この上でハーフロックとかもさ、置かなきゃいけないんだっけ。あの上も湧いちゃうんだよね。忙しいなー。これちょっと待ってな。もうちょいやからな。よいしょ。これで、これを壊します。
りゃこのります。落ちます。水流ちゃんとしてくれ。OK。よし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 。で、バイバイ金と。おーい、閉じ込めました。おそらくここから登っていくんだよね。はい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 、登ってきます。鉄装備も来てますね。いたいたいた。おおおお、シャベル持ってる。登ってきます。バイバーイ。お、こうやってる音が聞こえます。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、いい感じいい感じ。多分ね、こっちの方は脇つぶしをしっかりとして置いて、この他のとこにね、まあ、湧かないようにと。であとはこれ上に行けばいいだけですね。あ、出てきちゃったゾンビ。あ、そう、あ、そう、1個空いてんだ、そこ。やべやべやべ。下。だ、2マス空いてるんだった。あ、出てきた、出てきちゃった。やべやべやべ。あ、でも一撃でちゃんと行くわ。一撃で行く、一撃で行く、一撃で行く。違う。わかんないんだけど、透明だからさ。はい、OK。よし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 。一撃できますね。OK、OK。ここちょっと閉めておかないと、落っこちそうなんで。おー、いいね。で、溜まってるんで、これはね、バシコン、バシコン。ほら、これ1個下の段だな。これ1個下の段だな。あ、ちゃんと登っていって、ちょっと上まで登っていって、流れてきて、バシコーンって落っこってくる。で、オッケーオッケー。あ、ちゃんとしてます、ちゃんとしてます。あ、いい感じですね。ちょっと一回寝まーす。オッケーオッケー。あ、あ、あー、上、あ、そっか、上もこれやんなきゃいけないのか。ハーフブロックでいいか。ちょっと、あ、これ上もね、やんなきゃいけないのね。燃えちゃうんだ。なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ上行ってきます。どんどんね、燃えるんですね。燃えちゃ意味ないので。いたのかも、多分ね、光ね。これで、OK。そこにクリーパーいた。めっちゃ怖い。あれ、そこ詰まってる。あれ、一個水足んないかな。あ、水に乗って流れるようにしなきゃいけない。
かそかそか。ちょっと待ってな。ちょっと上で調整していきますわ。怖いな。待って嘘でしょ、ひどい。回収回収、もうちょっちょい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 、なんかいいのもらってるわ。いや、ひどいな、ちょっとな。その通りに並び替えて、で、地上にいてもあれなんで、一応食らわないようになってるんで、できればここにね、水をもう一個置きたいのよ。これでいける？いけないか。いかがでしょうか。じゃあこれちゃんと止まってるもんね。これ一段ミスってんな、だろうな一段ミスってるよな、絶対。急に、あれか、高いかな、格好高いと登ってこなくなる。いびつな形になってしまうんだけども、でもまあさっきはでもね、言ってたは言ってたからな。そのまんまでいきますか。変更点はなしで、ちょっとまあ機能はしていたんでいいでしょう。
で上も塞いだので、まあ燃えることはなくなったはず。下塞いで上をこんにちは。いけるいけるよ、OKOK。 あ、いけるいけるいける、これでいこう。でさ、今ここに登ったのが多分こっち来ると思うんで、ダメージを食らわずに落ちてきて、で一撃で死ぬと。で一撃で経験値ゲットって感じですかね。たまにはそこに詰まっちゃうんだな、やってな。やっぱそれは変えたいよな。ガスまであったっけ、下。それによるな。こっちはね、ガラスはもうないので、ちょっと下に行ってガラスがあるかどうか見て、それはちょっと後でね、まあ裏で直してもいいんで。母さんもないっすね、ここには。残念ながらガラスありませんということで、まあこれでひとまず完成ですかね。で畑を移動するにあたって、この村人をねちょっと解放しなきゃいけないんですけど、それどうすっかな。今解放すると多分かなり邪魔になりますよね、村人ね。ギリギリ登ってこないな、あいつも。こんにちは。まあね、あれはできてるんで、あとは、あそこだけちょっとなんとか改良したいですね。さあ、ということで本日はいい感じ、ゾンビトラップ完成ということで、まあ微調整は後ほどやっておきます。それではまた、よかったですね、チャンネル登録コメントお待ちしてますので、よかったらよろしくお願いします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。